群馬県を世界中に向けて発信すると、こういうことだと思います。山本一太、昭和33年1月24日生まれ、61歳です。身長170センチ、体重62キロ、体脂肪 15%、 体内年齢45歳です。大型、納豆と枝豆、アコースティックギターを弾きながら歌うことです。やっぱりロックかな。腹筋と背筋を20年やってることですね。直角行ですね、まっすぐ行きます、スキーでも。世界にたった一人の知事になって、世界にたった一つしかない群馬県を世界中に発信することです。大自然に囲まれた草津温泉でもうのびのびと生まれ育ちました。冬はスキーやって、夏は本当に野山で駆け回って、高校時代はずっと渋川っていうところで下宿をしてたんで、友達がいつも遊びに来て、大学時代も夏は音楽をやって、冬はスキーをやって、もうちょっと勉強すればよかったなと思ってます。実はジャーナリストになろうと思ってですね、大手新聞社に2ヶ月だけ入りました。試用期間のうちにこれは新聞記者に向いてないということで辞めまして、その後JICA 国際協力事業団、今の国際協力機構に入って、途上国の援助の仕事をやってました。もともと父親が政治家だった、政治家だった父親の背中を見てきたということもあるんですけども、 JICA の時代に2年間国連開発計画のですね、ニューヨーク本部に勤務をして、その中で世界の中で日本がどうあるべきかということをすごく考える時間が多くなって、政治家になって日本の外交に貢献する、これも一つの手段だと思っていたんですけども、まあ父親が急逝したということもあってですね、それを受けて政治家になる道を選びました。欠点だらけ、本当に欠点だらけの人間です。とにかく偉い人に逆らってきたもんだから、それでも自分の信念を曲げず、正しいことは正しいと言い、皆さんの目線でまっすぐ突き抜けてきました。最後までよろしくお願いします。反発を恐れず、とにかく前に進むっていうことだと思います。信念のあることは、どんな反発があってもしっかりと前に進める、逆の中でも1センチでも先に進むっていう気概だと思います。次に山本一太君の質疑を行います。いくつか気になるニュースが飛び込んできたので、質問通告はしてませんけども、まずそこから質問させていただきたいと思っています。24年間国会議員としていろんな経験を積んできました。閣僚も経験したし、予算委員長も経験したし、党の幹部も経験しました。そういうすべての経験を生かして、生まれ育ったふるさと群馬県のために自分にしかできない仕事があるという確信を持ちました。やはり群馬県知事になるということは、これから2回3回閣僚をやるよりもずっと自分にとっては価値があると思っています。自民党候補の応援のために街頭に立っている時もずっとふるさと群馬県のことを考えてたんです。群馬県はいいものがいっぱいあるんですけど、残念ながら、魅力度ランキング、知名度ランキングが低いんですよね。ですからまず世界の多くの人が知っている群馬県にしていきたいと思います。で、特に首都圏に近いということもあるので、まあ、大きな東京スーパーシティだとすればですね、その一つの核になるような存在になっていくべきだと思います。うまい、おいしい。生まれ育った場所ですよね。自分の DNA が形成された空気みたいなものでなくてはならない存在だと思っています。世界でたった一人しかいない知事になって、世界でたった一つしかない群馬県を世界中に向けて発信すると、こういうことだと思います。
群馬県の皆さん、山本一太の挑戦にぜひ皆さんの力を貸してください。群馬を盛り上げるぞ。